翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。どうすかねこれ。翔平さん、はい、肩見てください。肩？肩いいと思うよ。いいと思いますか？これいいと思う。ちょっと新しいグラブを見てもらいたくて。え？新しいグラブ。新しいグラブ？はい。ちょっと持ってきます。持ってきます？はい。あ、これだろ？これです。いやだ先輩。買いました。オーダーしました。マジかよ。はい。水向けます。水のプロの。水トラックー水のプロ伊藤博美投手型です。じゃあ SE 自分でつけるんだ。これ癖になってんですよ。ちっちゃいじゃんだなこいつ。どうしたのこれ、すごいじゃん。オーダーしました。え、なにこれ、ナッシュじゃん。メッシュね。ナッシュってなんですか。違う、一瞬神奈川フューチャードリームズにいた選手の名前。あ、そうなんだ。全然知らねえだろ。うん、知らん。知らねえだろ。全然知らねえ。たまたまクロスプだったじゃん。おクロスポであったじゃない。でかいと言ったじゃない。めっちゃでけーとか言ってた。そうそう、あったじゃん。まあ、それまあこれメッシュね。うん、メッシュ。はい、メッシュってどういう働きがあるの。まあ軽くなったり、まあ素材なんで。いやこれすごいね、はい、メッシュってなかなかね使ってる人はまあちょこちょこ見るけど、まあ、カラーはどうやって選んだのこれ。カラーは、まあ、連名に沿ってカラーを合わせたんですけど、ここに刺繍入れたかったんですよ本来は。そん時まだ連名でこの刺繍同カラーじゃないと使えないって言われてたんで、まあ、まあ入れない方がいいかなと思ったんですよ。今連名で刺繍の色違うカラーじゃなくてもいいって言われて、注文した後にあとちょっとしたら言われたんだよね。でもね、ごめん、俺から言わせてもらうと、だとするならばなぜ玉はめの色違うんだよっていう。これでお前どっちにしろ無球あれだったらルールだったら使えねえじゃん。これブルーらしいよ。これこれブルーなんですよ。え、あ、同系色なの。同系色マジ。あの全然として同系色にしてるんですよ。あ、ディーブルー、なるほど、そういうことか。ダイヤモンドブルーです。ダークブルー。ダークブルーか。すっげえ黒に見えた。だからもうこれ連名使えるんですよ。でも黒って言えば黒だし、ブルーって言えばブルーだから。まあ審判のお前が黒だろこれ。いやブルーです。いや黒だ。ブルーです。これ使えないダメ。いやブルー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 ダメです。だからもうダメで。気づかんかった。それに関しては全然気づかんかった。これもダークルブルーす。いや普通のこれはブルー。これは大食い大好きヒロトって書いてある。これはもういつも通り刺繍を入れてもらって。お前最近食ってねえだろ。金なさすぎて。金なすぎて食ってねえから。俺の方が食ってんじゃない。旬にジロー言ってんだから。そうだよ、すげえよ。あとなんかどんな型にしたんですか。基本的に自分は小指指導で使いたいんで、これ使ってさ大会出てガンガン投げてもらって、はいはい、バンバン打たれてもらって。打たれるんだ。まあこの間も映像消したしさ、またね僕らの中ではちょっともうしっかり浸透ですけどね、はい、プレイで頑張って、プレイで頑張ります。はい、頑張ります。映像見ましたからね。今日中に送る動画も送ってないしな。残ります。あ、はい、送ります。すぐだって送ります。はい、お前これで昭和メジャー下が多かったら俺昭和寝返してグローブ用すからな。えぐい。まあでも変化球の昇板とかいいですか。まあね、それはまあしゃあない。ただホームベースより手前だったらまだいいよ。手前でキャッチャー側だったらね。まあ正直さ、去年からしたらさ、今最近はピッチング良くなってるような気がする。うん、はいはい、昔に比べたら今の状態で満足しないで、今年もさらに去年より1段階2段階3段階アップしてもらって、まあフォロワーズで投げる機会もあるし、しっかりね頑張ってもらいたいと思います。そうですね、グローブに負けないピッチングをね。はいはい、それは目指して頑張ります。以上です、頑張ってください。はい、ありがとうございます。なんかウェブのあれとか IB ラインとか。じゃあちょ変わるわ。もうお前喋って、お前喋って喋って。はい、というわけですね、はい、あのグローブに関しては分かんないのでね、ロヒさんにちょっと見てもらおうと思います。なんでお前がオーダーしてんの知らねえんだよ。はい、まあとりあえず伊藤博美投手型、はい、ということで多分サイズ11か12かな、はい、でまあ水野の投手用だったら比較的オーソドックスかなというような感じで、ウェブが普通のタータン0に多分刻印が入ってるのかな。これはそうですね、まあ、フラットウェブに刻印ここに入ってますと。で本体カラーが、さっき言った通りブルー、玉はめがディーブルー、はい、ヘリ側レースがイエロー、はい、ライムイエローか。ライムイエローです。
あの一時期マー君田中投手とかが高校の時とか楽天の1年目2年目ぐらいで使ってたようですね。王冠スタイル、王冠スタイルです。メッシュだから王冠なのってわけでもないでしょ。はいはい、王冠いいから王冠にしました。はいはいはい、とアイビーラインがね入ってるんですよね、ここにラベルのところに。アイビーライン確かあの井端さんがやり始めて、まあこういう井端さんの最初はねモデルは井端しかなかったんですけども、今いろんなので使えるといったような、感じのデザインですね。ピッチャー用にしてはひどく珍しく土手抜いてあります。これは何か意図あるの？少し柔らかくしないなって。ちょっと硬いとあんまり力入んない、ね、じゃあもうガッツリならね、こう見た感じも分かるけど、もう横で使う、横で使う、はいはいはい、そんな感じの、グローブとなっています。一応使用説明としてはこのもので大丈夫でしょうか？大丈夫です。はい、さすがです。はい、終わりです。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあお前閉めろ。はい、この動画やと、はい、この動画と、はい、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょー、あいしょー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。